慢性的な交通渋滞を招く JR 南武線の踏切。川崎市では交通の安全と円滑化を図り、地域の発展のため昭和53年から連続立体交差事業を進めてきましたが、このほど武蔵小杉駅から第三京浜道路交差部までおよそ 3.9 キロの高架化が完成。これにより区間内にある12箇所の踏切のうち10箇所がなくなり、付近の交通渋滞が緩和され、分断されていた地域の一体化が図られます。また高架化に伴い武蔵中原駅が新装オープン、去る12月20日出発式が行われました。建物を迫れてございまして、この南武線がございませんと川崎南と北をつなぐこういうものがございません。新しい武蔵中原駅には自動改札、自動精算機が設置され、3階のホームまでは車椅子の人も利用できるエスカレーターがあります。今後も引き続き関連道路や高架下の有効利用など、周辺の環境整備が進められていく南武線沿線。21世紀に向けての都市づくりが着実に始まっています。